マジかよ、もうせっかくコイン使ったのに切れてるって。口でガブッと食べる写真も、これ残念ながらこれ落ちるからちょっと口でガブッと食べる写真もでけんっぽいっすね。いや辛いな、何が噛んでんねやろ。まあ、そうですそうです、ファイクワン市場、ちょっとファイクワンの夜もう一回ちょっと押しとくな。ちょっと残念ですね。まあとりあえず写真ちょっと撮られんな。まあまあじゃあ食ってみましょう。これね、手です。タガメを噛みなさい。今噛んでるんですからね。この店のやつうまいんちゃうか。足どんどん振っていきましょう。この店味付けうまい。あのね、香ばしいし結構塩を強めにしてて、あ、左手ないって。そうか、ジンさん言ってた、そういうことやったらこっちね。確かに中に入ってないかな。入ってないよ。でね、これちょっと汚いですけど、袋の中見てもらったら分かるように、これ醤油なんですよ。多分醤油と胡椒と塩でついてて、これ結構うまい。でね、頭がどうやろう。頭まずいんで、もう取りました。前もね、頭食ったんですけど、頭うまないんですよ。ということで胴体に行きましょう。これね、意外とね、あの多分こほらちょっと緑でしょ、中が。あ、塩焼きのその感じかもしれないですね。あのエビの塩焼き具入って、あ、食べたことないんですか。あのスーさん、これね、緑になってるでしょ。この緑のとこがね、あれなんですよ、多分海藻を食べたりしてるのかな、これひょっとしたら。かちょっとよくわからないんですけど、結構ね、青臭い感じなんですよ。やっぱり青臭い。あ、というか、おろ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 、何やそれ。皆さん当たってる、エビ、当たってる当たってる、本当に当たってますこれ。っていうか、俺食べてるシーンを映した方がいいんか。でもちょっともう手持たへんな。どうしよう。オロロはリバース。マジで。リバース。じゃああかんやん。俺の顔に切り替えたりしたらもう、もっとリバースするやん。やめとこう。緑系の味噌っぽいスープの時はそれすが、ああ、なるほどね。なるほどね。これだってここ濃くありますもんね、ちょっとしたね、腹のとこね。もう何かわからんやったから、もうオロロもないでしょ。祇園大阪弁になるとね、祇園がカニ味噌的、でもちょっと近いかもしれん。あのだから、あの淡水の生き物じゃないですか。淡水系のあのまあカニ味噌みたいな感じ。すごいなこれ。普通にうまいぞ。硬いけど
普通にうまい。あ、音ね、バリバリ言ってますもん。ちょうどいいとこ来ましたね。あの音があんまりうるさくないとこね。これ胸のとこってどうやったかな。あ、羽はね、蒸してる店の方が多いですね。今のとこは蒸してました。ついてる店のとこもあります、羽。うん、お腹が一番うまいと思いますよ。胸のとこはね、肉ってやっぱり肉を感じにくいんですけど、中の方が柔らかいのは柔らかいですよ。あのこうバリバリってなって、中がちょっとどういう擬音で言おう、餅じゃないし、ちょっとこう擬音では言われんかな、ちょっとだけこう弾力ある感じ。うん、この店のはうまかった。うん、今度昆虫食食べる人にはちょっとこの店を紹介しよう。ここは美味しい、美味しい、全然いけてる。みんなでもほんまにあれ、タガメ頭も食うのかな。あの幼虫系行きましょう。幼虫系ね、写真撮りたいけどな。まあこれしゃあない、また今度写真撮ろう。幼虫系ね、タガメの腕を見ると胸筋、あーなるほど、それはね確かにそうですよね。ちょっとぼやけるような、こうしたらもうこのもうほとんどこの一体化してますよね、この下の竹の感じと。お菓子食べてみたい気がする。じゃあもうそれはもうぜひぜひ皆さんいらっしゃった。あ、ヒラリンさんどうも。あ、これね、ヒラリンさんあれですよ、あの何の幼虫やったかな、これ幼虫です、昆虫食です。あ、うまい。あ、この店マジでうまいわ。うん、そうなんですよ。さっきちょっとタガメ食べてたんですけどね、今度は幼虫に入りました。ナッツ、そう、ニーナさんやっぱり鋭いな。そうです、そうです、ナッツ近いです、近いです。あのね、基本的にはこれちょっとちっちゃいやつなんであれなんですけど、でしかも揚げがディープなんでだいぶナッツに近づいてます。でそこまで揚げてないタイプの、こう噛んだらブニョってなるタイプのやつあるんですけど、あれはポテチにそっくりです、味が。あ、ヒラリンさん、昆虫公園ありがとうございます。竹、まあ、いけてる。ヒラリンさんは平気な人。ヒラリンさんは食べたことあるのかな。というか、ガルダさんも、昆虫食、あれこれ食べられてるのかな。どうなんですかね。ジンさん意外にダメでモスラする。そうか、ジンさんダメやったんか。これね、まあ誰でもこういうの、あの食う時に言う当たり前のことを言うんですけど、本当にあの形が分からずに出てきたら全然本当に、あ、これ美味しいやんって、香ばしくてサクサクしててうまいやんって絶対言いますよ。ヒラリンさんは昆虫食べたことない。北に行くとマーケットでこれ山になって生きてるのって。それ、それ見て食うのはちょっと辛いな。それ、生きてるところからこう揚げたりするとちょっと食いにくいですね。水ゴキブリ買わせようとしたけど、買えなかった。え、水ゴキブリって何ですか。水ゴキブリって高みじゃなくて水に来てるゴキブリなんですか。あ、イナゴの佃煮は食べたことありますね。僕イナゴのあの素揚げいうのも食べました。もう全く姿が全くイナゴのまんま
塩をかけても使えへんし、表面に、まあ、ただのイナゴでした。味も全くなしみたいな、香ばしいだけみたいな。イナゴってイナゴライダーだってなってるじゃないですか。イナゴライダーも古いな。まあ、タガメの可能性ありますよね。うん、開けてるの多いですよね。あの、さっきの店、ちょっと聞こえてたかもしれませんけど、おばちゃんが開けてんのと、あの、茹でてんのと、タガメどっちがいいって聞いてました。まあ、茹でてるやつの方が、ちょっと、どんな味付けにしてるのか興味あったんですけど、一番嫌なパターンは、あの、つけだれをつけて食べろ言われたらね、味がちょっとダイレクトじゃなくなるじゃないですか、ゆでの方は。それでちょっと、あ、ジャスミンミンミンさん起きてるの、あの虫食ってんだけどね、俺ね今、幼虫ね。生はやばいんちゃいますか。やっぱり当たるんちゃうかな。あ、茹でうまいんですか。お、ガルダさん食ったんですね。どううまいんやろう、ちょっと教えてもらえませんか。ちょっとちょびちょび出たらもうヘラいので、もう一気に ガツガツいきました。しかし油の量も甚だしいな、これ。というか、虫食ってんねんけどね。改めて書かれたら大変なこと言うてんな、虫食ってそれおかしいわね、引くわな。え、私書いてどこや。あ、起きてたかか起きてたかってな。そうか、そっちに行ってたんや。っていうか、ジャスミンさんも切ってしもたんちゃうか、このあまりのグロさに。最高、そうやね。ミーナさんに起きてたかえて、今まで何見てていう話やんで。お、ピント合ってるやん、今。後でこれの写真撮ろう。挨拶感覚やったね、今ね、普通にね。もうかなり惹かれたな、これな。リスナーさん離れ起こすで、ほんまに。無限夢か幻か、皆さんは一体夢か幻か。一時期未来は食糧難になるから昆虫食が増えてくってね。そう、それよく聞くじゃないですか。タイで缶詰も発売されてるんですよね、今、うん、昆虫食缶詰。外側がめちゃ硬、中はちょっとまったり、たまに苦み。あー、なるほどね。めちゃ硬っていいですね。あ、マーゴさんどうもこんばんは。これちょっともう見えにくくなってるのしかないんですけど、これはあの虫っていうか、あの昆虫食ってます。虫に移るってね、そうです。虫ってあのあれですけどね、幼虫です。幼虫っていうか、この幼虫がおえとかいう話じゃなくて、マジで、あの、さっきからまた蚊がひどいんですよ。こっちの方がもうよっぽど腹立つ。虫やて？どこや？あ、違うか。これは虫やから虫やなんか。
頭の部分、これのですか、これの頭の部分はあんまり、これはもう結構、あ、落としてもうたらもったいない、貴重なタンパク源が。この幼虫はね、前から本当思うんですけど、これは全然本当いけるんですよ、ほんまに全然いけます。完食してもらった、タンパク源めっちゃありますね。確かにめっちゃあります。あ、俺今日ティッシュ持ってきたかな。ゴミ箱はすぐあるから、あったあった、ゴミ箱はあった。北の子供たちの弁当のおかずはほとんど昆虫。おお、そんなもんなんですか。ここをこうしようかな。さあ、ここでちょっと手を拭きたいんだが、ないか。うわー、今日ちょいティッシュ、ポケットティッシュ切れてたかもしれんのよな。さっきポケットティッシュを出してきてしまったような気がすんねんな。ないかな。出てこい。ないか。まあしゃあない、これもしゃあない、諦めよう。タイでそんなポケットティッシュをいつも持ってること自体が胎児に結構驚かれること、それも諦めをすっぱりと。美味しそうに見えた。おー、よかったよかった。これじゃあ皆さん、あのさっきの店案内するね。では、あのもしタイに来られることがあったら、全然ほんまいけてるから、全然いけてる、あの店は。結構ね、うまくない店もあるんでね、本当に。カマキリやニワさん、あのね、カマキリは僕もいろんなタイ人に聞いたんやけども、っていうのはね、バッタがタカテンっていう名前でタイ語で呼ばれてて、で、カマキリがタカテンタムカオっていう名前でタイ語で呼ばれてるのね。で、同じタカテンっていう名前ついてるから、いや、カマキリどうやねんって言ったら、カマキリはみんな、ってそんなもん食えるかよってみんなバカにしたように言うんですよ。そう、ちょ、おかしいやろと思って。カマキリやっぱり苦いからあかんのかな。未来に昆虫食が増えると、今のうちから昆虫食べてて節足動物アレルギーになる。あー、なるほどなるほど、そうかもしれんな。確かに確かに確かに、それが理由で今はあえて食べてない。なるほど、ヒラリンさんはそこを考えていらっしゃるんだよね。なるほどなるほど、まあアレルギーは確かに。今杉並は大雨。おお、そうなんですか。昨日、一昨日とタイはなんか雨ばっかりやったんですよね。雨続き で今日も曇りで危ない感じだったんですけど、まあさっき本当のちょっとパラッと来た以外は全然セーブで、お願いします。わらになってる。天子さん、コンティニコインありがとうございます。雷聞こえました。え、これ東京の話なのかな。あ、クラッカーもありがとうございます。それともこっちで鳴ってるの聞こえたんかな。そうだとしたら嫌やな。あ、カマキリは寄生虫がね、そう、それはあるでしょうね。そう、同じ高天やのにね、同じ高天やんけって言ったら、違うやろ言われて、いや違うって、だってタイ語で高天タムカを言うてるやんと思って。
あ、スーさんもコンテリコやすみません、ほんまもうスーさんにはもうお世話になりっぱなしや、ありがとうございますっていうか皆さんにお世話になりっぱなしなんやけどね。まあ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 、昆虫食、昆虫食はしかしほんまにあれやな、ペロッといけるからいいね、こういう時にも。あのがっつり食うわけじゃないんで、これ食後のデザート代わりに。バッタ揚げたのはよく、あた赤いやつね、赤いやつありますよね、赤いやつ、赤いやつさっきの店でも売ってたかな、あ売ってたな多分。食べながら歩きですか、そうか食べ歩きか。コオロギのお腹、あコオロギ、コオロギらしい、あれコオロギなんかな、コオロギかどうか今度聞いとこう。コオロギらしいやつも確かにありますよ。そんな中でね、僕がねもし食えたとしても一番食いたくないもの、皆さんは食いたくないものは何ですか。あのこれは絶対嫌やっていうやつ、僕はもう決まってるんですけど、僕はガーなんですよね。ガーだけは絶対食いたくない。あの外の鱗粉、そしてぷにょっとしたお腹、中絶対ぶにょぶにょしてるでしょ。で頭なんか、なんか変な、変になんかバリバリしてそうやし、あゴキブリは、ゴキブリはねちょっと衛生上も食いたくないからな、確かにゴキブリは嫌やな。で鱗粉嫌でしょ、鱗粉なんか、鱗粉なんか絶対そんな美味しいと思われへんしやんな。それともあれなんかな、揚げたりしたら小麦粉っぽいのなんのかな。いや食べたことはないよ、ないないない、そんな、だってそんな、そんなん食えてたらあのあれですよ、今頃俺なんかテレビのなんとかショー出てますよきっと。口の中マフマフや、あんだけ出たらね、あんだけ鱗粉あったら、食用ゴキブリってあるんすか、すごいなそれ、食用ゴキブリか、うわそれはちょっと俺もきついな。あるある。あでも、あでもあのさっきのあのお店のタガメと同じ味付けなんやったら、やったらいけますよ、それやったらいけます、ほんまに食用ゴキブリやったらっていうのとね、2つ揃ってたら。幼虫まででしょ、あ幼虫か。配信中に電子マシンに止まったガを見つけてひょいと口に入れたら、それそれそれもうみんなもう俺のことをあれでしょう、もう人間とは半分思わなくなるんじゃないんですか。ここにも怪しげなグッチ、グッチありましたよ、グッチ。いやポイント上がるいやポイント、そこでポイント上がるのもちょっと考えもんですよそれ。あなんかピカピカのカップや、このピカピカのカップ欲しいな。あのエビはうまいやろな、あのエビはうまそうやな。それにしても靴屋多いな。あここのこのこの縦ロールはこれは偽物ですね。それにしてもどれも露出多そうな服やな、うん、あまた DVD 屋や。DVD 屋なんかないのかな。なさそうやなこれ。
じゃあさらに歩いていきましょう。この辺からもう結構すっこーんと、これね、前はね、こっち側にもずらーっと店が並んでて、でも歩くとこがほんまにもうすれ違うのもやっとみたいな感じやったんですよね。なんかここはなんかブラック一色で、これ珍しいなあ。奥の方にちょっと色目のもあるけど、なんかここまで黒で揃えてるタイの服屋さん初めて見たな。タイね、あんまり黒い服着てなかった町だったんですけどね、あの国だったんですけどね。タイ人よくエビを食べるせいか、エビアレルギーの人が日本より、食べ過ぎは危険、それあるでしょうね。いや、っていうかね、僕がひょっとしたらもうエビアレルギーに若干なってるかもしれない。もう今あんまりそんなエビ食ってないんですけどね。屋台のカセット屋、ここずらっとですか。カセット屋か、またそれもまた見てみたかったですね。僕がちょうど来た頃には、僕来たのが何年やったかな、初めて来たの1996年かな、96年がちょうどね、もうそろそろなんかカセット屋さんが減ってきてたっていうか、 CD が出始めてた頃やったんかな。なんかね、カセット屋さんがこう並んでるのは見たかったんですけどね。カセット屋か、それちょっと、そんな写真が残せてたりしたら最高に良かったんですけどね、僕も。ここ何屋さんやねん。スピードタイマー、ようわからんな。あ、車の、あ、そういうことか。キーボードがなんかめっちゃ派手ですね。あのセルカ良さそうやな。まあ、セルカはまあ今生きてるからやめとこう。ここもまた意味不ちゃ意味不ですね。中がただのリビングみたいになってる。どうなってんの。あ、ここまでか。あ、これね、これをこっちにあんまり行ったことないんですよね。ちょっと行ってみよう。っていうか赤字やな。あ、ヒラニーさん、コンテナ公園ありがとうございます。もうせっかく、わあ、これ300バーツでもええ形してんな。これは結構うまいぞ、ドリアン。お、屋台街になってる。うわ、俺これ知らんかった。ワクワクしますか。僕もね、今このちょっとした屋台コーナーを見て、ちょっと僕ちょっとワクワクしてしまったね。え、結構うまそうな感じするな、この辺の店で。まあ、こんなとこなんでね、移り変わりも激しいんで、あれやと思うんですよね。絶対うまい店が生き残ってると思うんですよね。まあまあ、この屋台は特に入れ替わりが激しいから。うわ、いっぱい食いたいがね、うまそうですよね、これね。人参のやつね、あれあんまり売ってないんですよね、実は。あ、コンティニコイン、ありがとうございます。もうせっかくもらったらちょっと使おうかな、じゃあせっかく。じゃあ、さっきんとこの横やん、これ。全然気ぃつかんかった。飲み物屋さんでなんか飲もうかな。でもね、飲み物屋さんに人がいない。
これはあかんよね。そうすると向こうに人だかりができて、なんかあの何かを見てるんで、ちょっとそっちを見てみましょう。そう、あのね、絞りかすのやつね、あれどこでもあるいうわけじゃないんですよ。あのマーブンクローンとかああいう大きなとこ行くと結構見るんですけど。あれ、さっきおった人がもうバラバラになってしまった。あらら、残念でしょう。何やったんか全く原因わからず。ぐるっと回ってしまいましたね、ほんまね。そうでした、ぐるっと回ってしまいました。そう、木村さんね、そうなんですよ。というかあのほんまにちょうど僕が見始めた時に木村さんがあれにあれ見つけて、あ、これは言うて言ってたんで、これ やめといた方がいいですよ言うて、慌てて書いたつもりだったんですけどね。さっきの人がバラバラに、いや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 、そんな急に新スポ的なのやめましょうよ。あ、ここはな、あ、ここはあれや、鍋とか結構出す店なんや。ほら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 、あのジンギスカン風の鍋でやってるとこや。あ、マッドクラブがある。ほう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 、あ、ホイワンもあるぞ。ホイワンっていうね、ちょっと見えてる貝分かりますかね。この貝がね、この貝めっちゃうまいんですよ。あれ高いんですけどね。うわ、めっちゃ香ばしい匂いや、ものすごい香ばしい匂い。あのごま油ですよこれ。いやー、これ強烈に惹かれるな。これ飯食ってなかったらもう絶対ここ入ってるな。あのマッサージ屋さん、マッサージ屋さん靴めっちゃ並んでるけど中に客一人しかおれへん。どういうことやん。怖いわってね。お前はほんまにほんまに、タイ人の屋台って美味しくて、儲かっててすぐ引っ越してマンション系、あー、やりそう。それはめっちゃやりそう。あ、こんなとこに消防署が。別に消防署があったからどうやっていう話なんですけどね。ちょっとね、あんまり消防署ってないんで、見るとちょっとだけ上がる。あー、こういう風になってたんやね。なるほどなるほど。タイ人はでもほんまそれありますよね。なんかとにかくちょっとグレード上げていこうみたいなとこありますもんね。ありますあります。ちなみにパトカーなんですけどね、これね、パトカーも違法駐車、違法駐車ばっかりやんね。高級街なんですよ。そうなんです、結構高い階なんですよ。これはなんなんやろ、これなんでこんなところに。あ、バス停か。タイにサザエもアワビもないですね。残念ながらないです。でもトコブシに似たようなやつを見たような気がします。でもね、あの食べてみたところね、トコブシじゃなかった。入れ墨屋もある。あ、入れ墨屋ね、入れ墨屋ありますよね。ありますあります。入れ墨屋もね、一時期すっごい流行ってましたけどね、タイでも入れ墨ね。めっちゃ前便利でしょ。もうどこまでも前便利よ。タイの消防車初めて見た。そうでしょ、タイって消防車あんまり見かけないでしょ。ちょっとだけ上がるんですよ。あ、赤貝ね。そうそう、赤貝に似たあの灰貝っていう種類なんですよ。ですかね、確かあれ。あ、一匹ズドンとありますよ。二匹ズドンとありますよ。ん、
ここにもフルーツ屋台が。このお店はちょっと甘いんかな。よし、でもバナナジュースにしましょう。アロンカップ、フライパンカップ。ちょっとね、塩辛かったんで、塩辛いというか醤油も入ってたんでね。それでちょっと、飲み物をちょっとね、飲んでみましょう。あ、トコブシはマレーシアから来てあるんですか。なるほど、なるほど、そうなんですね。かトコブシか、ひょっとしたら大東高市場とか行ったらあるんですかね。大東高市場でちょっとだけこういろんな食材が揃うとこなんですけどね、バンコクで。大東高市場やズドーンって、俺さっきなんかズドーン言いましたよね。そのこと忘れてしもてる。いかんな。タイってめっちゃ渋滞するけど火事が起きたら、あーそれはやばいですよね。それはもう、もう、阿鼻叫喚ですよ、そんなんだったら。タワーリングインフェルノですよ。忘れるの、ちょっと早すぎましたね、今ね。俺、ズドーン言ってたのも、そこの、その、あれですよね、確か。ああ、ここか。辛いか。どうもどうも。座らせるのちょっと早すぎましたね。さっきあれですもんね。鶏のとこで受けたんですもんね。どんだけ忘れんの早い。火事は見たことなかった。火事もね、そんなにそんなにですもんね。結構意外と火事ってそんな多くないじゃないですよね。うん、そう、火事はね、あんまり多くないイメージで、そう、その通りなんですよ。僕もあんまり火事見かけたことないですよ。もう今までにどれぐらい ?2 回ぐらいしか見たことないんちゃうかな、俺。ああ、自宅調理が少ないっていうのは、それはありえますね。確かに確かに、言われてみるとそうですね。ちなみにこれなんですけど、こんな風に持ち歩けるようになってます。こんな感じで。スゴミットにお米などの惣菜を売ってる店からと、これは何や、剣を買ったことがある。名前忘れた。大将は早稲田卒。ほうほうほう。あ、拳でとと拳で、そういうことかな。あ、そういうことや。あ、そうそう、あまりね、自炊しないんですよ。結構可愛かったですよ、確かに。これね、持ち歩くのに便利な上に、結構ちょっとしたあれですよね、こう、
なんていうんですかね、こう全部包まずにね、こうやってちょっとだけにしてるの、なかなかね、なかなかいい試みですよね。徳節から、徳節、徳節、そうなんですね、徳節あるんですね。惣菜を売ってる店で、あのひんやり床ってタバコ落ちても燃えない、まあそれは燃えないですね。僕のところはもうしょっちゅう落としてます。あとポロポロ落としてますよ。全然燃えないです、燃えないです。あれ、あのっていうか綺麗に拭けてしまうんですよね。もうさっと拭くだけで結構ほんと綺麗になってしまって、中級クラスは台所が、うん、そうですね、そうですよね。僕んとこもだから台所ないまんまなんですよね。タイってなんで自炊しないか、まあ台所ないのもあるし、あとやっぱあれですかね、とりあえずやっぱり夫婦共働きっていうのがもうデフォルトなんで、それでかな。日本レストランなんて言ったっけ、ん、どこやろ、スクミトで日本レストランで惣菜屋をやってる、惣菜屋やってる誠屋のことかな。ひんやりいいでしょ、ひんやり。でもひんやりね、ずっと僕だからひんやりのとこで暮らしてるんですけど、掃除とかも楽ですし、あのこぼした時も楽やしでいいんですけども、あのね、足がね、とにかく知らん間にずっと冷たいところに置いてるんで、あの足の裏的に良くないのが最近分かってきた、あのじじくさい話なんですけど、青パイ文化、まあそうですよね、青パイ、青パイでまあ持っていく文化ってことなんですけど、そう、もうテイクアウト文化なんですよね。行ってみて、惣菜は関係ない。え、でも店が、店はどこなんやろ。惣菜屋さんの話とは違う。青パイ、うん、まあ、あ、え、大戸屋、え、大手屋に行ってみるんですか。青パイは、青パイ、そうやな、青パイ、青パイなんて言えばいいのかな。青は、まあ持っていくっていうところもあるし、まあ、まあテイクアウトが一番近いですよね。そう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 、青パイとか、あとあれですね、最近はいろんなも持って帰るやつがあるんですけど、僕がタイに来てすぐの頃はもうほんまに袋包みが普通だったんで、サイトン、サイが入れるで、トンが袋なんですけど、袋に入れてって言ったら、まあそれがテイクアウトの意味になったりもよくしてますね。あとまあ折り詰みたいなやつに詰めるとしたら、サイコン、コーンが箱なんですけど、サイコンドアイ、ドアイがまあ一緒にみたいな感じなんですけどね、サイコンドアイとかサイトンドアイでよく行きますね。ドアイは結構よく使いますね、一緒にっていう意味なんですけど、もうほとんど何々してみたいな意味でなんとかドアイよく使ってる感じですね。意外とボリューミーで、というか結構惜しみなくバナナが入ってて、なかなかスルスル飲めない感じですね。でも結構うまいです。英語のウィズ、ああそんな感じに近いと思いますね。あ、大戸屋の米、あ、確かにね、大戸屋の米はタイで一番うまいってよく
洗練してたけども、確かにそうです、そうです。確かに大田屋の米はうまいです、うまいです。ただスーさん、あれなんですよね、スーさんがいた頃の価格からするともうすでに、2倍ぐらいにもうなってるかもしれない。まあ2倍はちょっと言い過ぎか。でも 1.5 はもう超えてます、価格的には。で、しかも対人オーナーになってしまったんで、あのあれです、メニューが結構割とちょっとなんか日本人好みからちょっとずつちょっとずつ大田屋も離れてきてるから。あとは熱々じゃないとうまいもん、うまくないもんがちょっとぬるい買ったりもするんで、ちょっと僕大手屋今足遠のいてるんですよね。何々でみたいな感じ、あ、そういうのあります、あります、そういう感じかな。何々で、そう、最近では、うん、そうですね、何々でよろしくみたいな、そんな感じありますね。あー、料理も洗濯も全部外注で、そうかそうか、全時間が日本より長い、まあそれはありますよね、確かに確かに。何々やれるも度合い、あー、そうですね、それそういう使い方もありますね。熱々のものって本当に激熱が嬉しいでしょ。そうそうそうなんですよ。ラーメン屋とかね、もうそのタイ人当て込んでぬるいぬるいっていうか、まあそんな熱ない、まあ それはね、まだしもね、なんとかいけるんですよ僕は。でもあの肉系のやつとかで、あんまり熱くないやつがわざわざ冷ましたみたいなやつが出てきたりするとね、ちょっとなえるんですよね。ドアイ便利でしょ、ドアイ便利なんですよ。ちなみにドアイは一緒っていう意味なんで、もともとはパイ行くなんですけど、パイドアイ一緒に行こうとか、まあ一緒に行くか、一緒に行くとかね、とか金ドアイ一緒に食べるとかね、そういう風に本当は使うんですけどね。まあ、ちなみにもうタイ語講座っぽくなってきたんで、まあ、ちょっとタイ語の話あれで言うと、ドアイの後にはカンっていう言葉がついて、でドアイカンでまあ一緒っていう意味が強いんですね。だからカンだけでもパイカンとか、金カンとかって言って、そのカンだけで一緒にっていうのも出たりもします。でも本当はドアイカンで、まあ、一つの連合になってる言葉なんですけどね。ほんま減らへんな。減らないっす。あの吸引力が結構必要ですしね。なんか赤ちゃんの気持ちがよく分かってきました。だいぶ吸引しないといかん。なんか魔法の飲み物飲んでるような気持ちになってきました。うん、作りたてマックシェイク、いや、それ以上のなんかこう傾けたりすると粘ってるもんな、ちょっと。いや、ちょっとやばいですよこれ、ほんまに。しかもちょっと冷たさと吸引でちょっと頭痛くなってきた。大丈夫か俺。
いかんいかんいかん、ちょっと立ち上がったりしよう。あ、ようやく終わりが見えてきましたよ。よし、よし。こんなところにお扱い向きのゴミ箱が。体力奪われましたね。これ急にこんなところに手洗いが。あ、さっきの高めのやつ洗えるやん、ここで。ラッキー。このね、こうやって手洗ってもね、すぐに乾くところがまたいいとこなんですよね。僕ちょっと今日ハンカチも忘れてきたんですけど、ハンカチとティッシュを朝外に出してしまったんですけど。タガメ、いやいや、タガメはもうどっか行きました。もうあのタガメはもう僕の胃の中に。あれですよね、まあちょっとロケーションをねもう一回見てもらうんですけど、こういう場所で、でこんな風になってて、こう何の店かちょっとわからないですけど、でこの店のこれちょっと入ったらこんなところに急に流し台っていうね、面白いですね。家の部屋では流し台がついてないのに、こんなところに急に流し台みたいなね。ジャスミンは虫ダメだった。そうですよね。もうあの書き込み以来も全く書き込みがないので、かわいそうなことをしてしまいましたね。もういきなりからグロいもうボーンと出してしまって、もう申し訳ないな。俺それもね、ミーナさんから指摘があったみたいに普通にあれしましたもんね。俺もうちょっと昆虫食うてねえけどみたいな、そんなこと言ってしまいましたもんね。引き引きですよね。悪いことしてしまった。そんないじめるつもりはなかったんやけどな。お、これこっち行ったら抜けてるんちゃうか。あ、トイレ、有料トイレで5バーツ取んのこれ。高ないか、5バーツ有料トイレ。5バーツって暴利をむさぼっとんな。でタイってね、あのね、有料トイレほどね、あんまり綺麗なトイレじゃないんですよね。不思議な国です、ここは。そっか、なんとか言いながら、もう皆さんもこれだいぶええ時間になりましたなってきましたね。もうだって日本もう5時半じゃないですか。やばいっすねこれね。この辺ももう結構店じまいしてますね。そんなことはないって。え、どれあの、どこ、トイレ、それとも朝の話、それともジャスミンさんにあの意地悪したわけじゃない話。タイのデパートとかのトイレは日本のデパートと同じような感覚、うん、そうですね。ただ今どうなってるのかわからないんですけど、あのそれこそあれですよ、木村さんが言ってたあのマーブンクローンセンター、あそこは料金取ってて、でちょっと汚いトイレあったんです前。でも今もうやめてるんちゃうんかな。もうい、やジンさんでもコンティニュー声ありがとうございます。あ、これねチョンプーっていうやつなんですけど、このチョンプーうまいんですよ。シャクシャクしてて水っぽくて甘さめっちゃ控えめなんですよ。僕これ大好きな。そう、そんな感じなんですよ。あ、コンティニューコイン、あさってですよね。でも朝ですよね。もう完全明るいですよね。もう6月ももうね、
近くなってきてるし、あれさらに向こうにもなんかあんな、あそうかここここか、ああなるほど、これね昔はほんまここもずーっととにかくあれだったんですよ。この辺もずーっと屋台が続いててびっしりあったとこなんですよ。もうこの辺まで来たらなくなってるんですね今、屋台が出されんようになったせいで。あそしたら向こうフルーツ屋台とかや、あそんなことはないが朝の話、え朝、あこんばんは、こんばんは、あそこにネズミおるで、ネズミ取れんの、ネズミにビビってるやんお前、いや逃げんなよ、ていうかこのネズミ俺んとこ来るし、足ちょい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 、どんなネズミやねんお前で、猫も逃げてもうた、どういうことやねんお前、お前らなんかちょっとなんかいろんなこと取り違えてないか、トムとジェリーか君らは、猫も逃げてた、うん、はい、ねえ、なんなんやねん一体どうなってんねん、何もかもがなんかちょっとずつ狂ってるぞこの国は。ああれ花屋さんとか違う、トゥクトゥクめっちゃ突っ込んできた、あ結構いろんなの売ってる、コントみたいな感じでしたね、ほんまに。なんかちょっとずつおかしいよな。あ、干物魚屋さん、魚の干物屋さん、おかしい、そんなことまでおかしくなってきた。え、このブルーの花なんや、めっちゃ綺麗、これなんやねん、おぉ、初めて見たこんなん、お花の隣が干物ってそんな状態でしたね、えめっちゃ綺麗や、なんやこれ、めっちゃ危ないって、危ないよ、強引すぎるぞ、いや綺麗やったでしょ、めちゃくちゃ綺麗な発色なんですよ、ちょっとびっくりしました、タケノコ、おお。めっちゃ野菜並んでますね、空心菜、ナチュラルに惹かれそうだったでしょ、猫あんな汚い水食うたら病気、あそれにもう気ぃつけてるんや、もうあの健康志向になってるんやね、もう猫もね、最近ちょっとそんなあかんで、昔の感じ、昔の感じ、この辺ね、そうですね、この辺結構昔の感じ、あらこの時間でもだいぶ人生き生きしてますね、面白いな、こういうとこ来るとなんか夜起きてる自分がまともな人間に感じられてきますね、あ鳥がボン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 並んでますよ、うわーめっちゃプリプリしてる、鳥ドーン、そこね、そこでしたよね、ドーンのやつね、みんな美味しいものくれるからね、そうそう、もう、もう舌超えてんねんな、もうな、なんか買って帰ろうかな、なんか買わないかんもなかったかな、あ、っていうか赤字や、どうしようかな、これ以上、うわぁ、まあ、でもあれしようか、もうせっかくファイクアの様子ということで、まあこれも使おう、さあ淡水魚ですね、まだ生きてますね、エラがピクピクしてるみたいな、めっちゃ混雑してるけど、ここ安いのかな、
安い、ここは安い、キャベツ20、白菜25、あ、ここ安い、カリフラワー20やん、めっちゃ安い、ここはマジか、これ安いわ、ここだってこれね、これネギじゃないですか、この束これ35って、めちゃくちゃ安いやん、ここマジか、ここうわ、買ってこかな、これ。あ、コンティニコインありがとうございます。あ、これはこれちょっと後で寄ろう、絶対、ここはこれ安い、ここマジで。だって、いや、そんなもんやな、これ、普通な、普通そんなもんや。ネギ日本で150円、それまた、それまたすごいっすね。日本で150円ないな。え、でもそんなもんなんかな、今。あ、ここも安いないか、これ5とか10って書いてあるぞ。あ、キャベツ15になってる。マジかよ、何もかもが、何もかもが昔のタイヤ。あ、これはちょっと場所柄もある。あ、確かにこれあれじゃないですか、灰の部分じゃないですか。うわ、これも貝やぞ。50、これね、牛の肺の部分なんですよ、ここ、プッポギって言うんですけどね、関西では牛の肺なんですよ。プッポギ買おうかな。プッポギも長いこと食ってないからな。あ、ちなみにプップギって言いましたけど、プップギはタイ語じゃないんですよね。多分あれ韓国語なんかな。大阪ではなんかホルモンの、肺の部分のことプップギ言うんですよ。これはええとこ発見した。そう、牛のです、牛の。おお、これもあれやん。こういろいろあるなあ、ここ奥深いぞ。これちなみにね、ダイオウイカみたいなめちゃくちゃでっかいイカなんですよ。あんまり美味しくないんですけどね、あんまり美味しくないんやけど。ああ、ここは塩漬け干物系か。ほう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 、なるほど。そう、味微妙なんですよね、ちょっといまいちなんですよ。結構続いてるし、この向こうもあるし。いや、これすごい使える。そうか、ここ1はこんな風にこっちへ伸びてたのか。いや、これ面白いですね。ほう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 。あ、ここは漬物屋さんかな。ここはただのあれやな、食べ物屋台。あ、そういや、かぼちゃ見て思い出した、かぼちゃプリン売ってないかな。かぼちゃプリン冷やしといて明日食いたいな。いや、見てるだけ楽しいですから、そう思ってもらったらもう嬉しいな。これ袋竹です。
これでっかい方の袋だと終わったらね、中が中に傘が入ってるやつなんですよね。傘開いてるとこが中にあるタイプのやつで、お、こんなところにまた君はまともな猫か、にゃー言うて、君はまともやな、ね、丸なってんな。それに毛のツヤいいね君ね。君結構餌持てるやろ。で小顔やなお前な。袋だけ売ってないね。袋だけそうでしょ、売ってないでしょ。ものすごいたくさんえのきがまとまってるが、このえのきいくらすんねやろ。僕は値段は交渉かな。これちなみに唐辛子です。もうめっちゃ唐辛子山ほど売ってます。かぼちゃプリン食べたいですよね。そうなんですよ、あのね、かぼちゃプリン最近ね見かけることすごい少なくなったんですよね。あ、名前まだなかったんや、だから答えてくれへんかったんか。ちなみにね、ここにこんなんあるじゃないですか。これね、あれタニシとかああいうのに見えるじゃないですか。あれね、あの何やったっけな、あれ名前忘れてしまった。なんかね、カタツムリの一種みたいなやつらしいんですよ。しかも毒のあるやつらしいんですよ。それを塩漬けすると毒が抜けるらしいんですけど、あのピンク色の泡っぽく、かなり見た目グロいやつなんです。漱石さん来ましたね。僕はまだ日本にいた頃の千円札から抜け出して、漱石さんものすごい交通量やな、ここ。この時間にしては甘え上手な小悪魔系でしたね。ああやってせしめてるんでしょうね。あちこちからいろんな美味しいものせしめてるんでしょうね。へえでしょ。あれね、僕も長いこと知らんかったんですよ、あれがそういうものやって。あ、これひょっとして、あ、君も完全無視か、君は完全無視やな。これいよいよここパイクワン市場じゃないですか。24時間やってんのほんまにね。君ちょっと聞いてみんねんけど、24時間ほんまやってんの。ほんまにやってる？カンムシ？あ、ちょっと反応してくれた。まあいいわ、ちょっと入ってみるわ。じゃあめっちゃやってますね。だいぶ忙しそうな時間っぽいなこれ。バナナの皮が売られてますね。包み用ですね。いいよな、このバナナの皮で包んでくれるのはなんか僕は大好きですね。お、ここに生漬けの魚が大量に。美人さんでしたね。バナナの皮ね、そうでしょ。バナナの皮、あのそれにあのちょっとあれなんですよね、やっぱりバナナの皮で包むとなんか心持ちひんやりする気がするんですよね。いやー、ちょっと上がってくんな、こんなとこ来ると。いかん、この時間にこんなとこ来ると。あ、これは何やねん、この皮みたいなやつ、香りつけるようなやつちゃうんか。これ気になるけどな、こう売ってる人またおらんのですよね。ちょっと香りつけ系みたいなやつね、ちょっと欲しいですよね。あ、めっちゃ水出してる。
殺菌成分とかがあるあかもしれないですね。ああめっちゃ売ってますねやっぱり。とねこのマナオっていうんですけど、このすだちみたいなやつ、これで、ね、値段上がったんですよ。これすごい高なってんな。前ね半額ぐらいだったんですよ。100って書いてたやつが50バツぐらいやったんですけどね。マナオ人気、あ向こうもまだ続いてるし、何これめちゃめちゃおもろいやん。バリバリ働いてますねほんまね。この時間がひょっとしたら仕入れとか関係でピークの時間なのかな。なんかあれですね、昼来てる時よりもやっぱり物が新鮮な感じが、まあこのここへ来るの僕初めてなんですけど、他の市場行ってる感じからすると高いでしょ。高いっすよねほんまに。100とかまあ40もありましたけどね。40のやつなんか前棒で売ってたような気するんですよ。あこの辺も結構まだ空いてる。さすがファイクワンやな。さすがファイクワンやけど、なんだかんだ言いながらえらい時間になってきましたね。あバナナの歯にの方での抗菌性物質に関する論文を見つけた。おーやっぱりそうなんですか。バナナの皮ってそうなんですね。おだから東南アジアで食材をくるむっていうことか。そうかそういうことなんか。やっぱ生活の知恵はすごいっすねやっぱり。何年も何年も何十年何百年とかかけてこれはええ言うてくるむんやったらバナナやいうの分かってくるっていうことなんですもんね。やっぱすごいな。そうか抗菌成分か。昔やったらもうすごい大事ですもんね。だって冷蔵庫もなければね、滅菌っていう感覚もなかなかないところでこうやったらなんかいけるぞみたいな、持つぞとか。なんかこれにくるむと持つねみたいなね、そういう言い方なんでしょうねきっとね。やっぱあのおじいちゃんおばあちゃんとかが包むんやったらバナナやでみたいな。あマナを20バーツで重たかったくらい。おすごい、それはすごい。僕が知ってる時代では、あでもなマナオの価格に注目したのは僕ちょっと遅かったからな。マナオは結構ちょっと高いんやなっていうイメージを持ってから価格に関心持ち始めたんで、そうか20バーツで重たかったくらいっていう頃、旅行で来てた頃はちょっと僕はマナオの価格はちょっと注目してなかったんであれかもしれんな。その時代はちょっと知ってたけども、あ知ってるというかその時代におったけども知らんっていう感じなのか、ちょっと時代が遅かったかどっちかちょっとわからん感じですかね。そうか20バーツで重たいぐらい。君もこんなとこで待ってるんか。君は逃げてしまったのか。逃げられてしまった。振られてしまった。いや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 、やっぱこうやってでも久しぶりにこう出かけてくるといいもんですね。ファイクアン、この地域の名前ファイクアンなんですけども、ファイクアン僕多分どれぐらいぶりかな、もうね1年は絶対空いてるんですよね。ここ立ち退いて立ち退きが起こってるの知ったこれやから、あもう2年ぐらいになるのかな、ひょっとしたらそれぐらいぶりなんで新鮮ですね。前はちょっと夜あまりにも暇やったらここへちょっと出かけてきたりとかもあったんですけどね。日本も魚を杉の葉でくるむ。おお杉の葉で、おお杉の葉でくるむんですか。なるほどなるほど。
それも滅菌効果とかなんか効果あるんでしょうね。だいぶ間空いてましたね、空いてました空いてました。っていうか僕はあのタイでよく起こりがちなことなんですけども、あの出かけていくって言ってももうなんかだんだんスポットが決まってきてしまうとこがあって、まだバイク持ってるんでマシなんですけど、ちょっと混雑に突っ込むところはちょっとできるだけ避けようかとか、ここ回るんやったらこのルートが一番いいやろとか決まってきてしまうとこがあるんですよね。でここは結構割と渋滞のメッカになってるところを通ってくるんで、あんまり来てなかったんですよね。 あるんですね、杉の葉殺菌消毒作用ね。おー、杉の殺菌消毒作用、もうそんなね、杉花粉とかで困るぐらいなんやったら杉の葉もいっぱいあるでしょうから、もうどんどん来るんだらいいですもんね。もう来るんできましょうよ、どん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 。ファイクアンは、ファイクアンはあれですね、日本、そうやな、まあ説明するのはあれですね、やっぱり多分鉄道駅でいうのが一番分かりやすいですよね。ファイクアンは、あれですね、何駅や、あ、違う、ファイクアン駅か。あ、そうそうそう、ファイクアン駅やから。ファイクアン駅、ファイクアン駅やな。っていう駅の近くなんですけども、ラチャダピセイク通りは分かりますか。よくラチャダって言われてるとこですけど、名前の一番最初のところとってラチャダって言われてるとこですけど、そのラチャダのまあある箇所どう言えばいいのかな、だからアソークをもっと北に行ったとこみたいなところですね。ファイクワン駅、そうだ、ちょっと待って、ファイクワン駅は違ったから、確か名前ファイクワン駅やったと思います。わかります、わかりますか。そのラチャダのまあアソークの交差点を北に行くと名前がラチャダ通りになるんですけど、そのラチャダの地下鉄駅でいうと、だからアソークから言うと、アソーク、アソークじゃない、スクンビと、次どこだったっけ、ペプリーでタイカルチャーセンター、その次の駅ですっていう位置ですね。なんかしかしお釜率が上がってますね。あ、しまった、俺カリフラワー買おうと思うの忘れて、まあまあいいや、また来る口実に使えるからいいや。あ、ラチャダは木村さんが、あ、そうかも、あれです、木村さんが泊まってたところがラチャダのほんのすぐ裏に並行してるとこだったんですよ。細い沿いっていう細い道があるんですけども、そのもう一本隣がこのラチャダだったので、多分そうです、そうです、僕もアーカイブ見た時にラチャダやと思った記憶があります。わからんのに地図調べてあれこれ、まあそうなりますよね、最初来たらね、わからないですもんね。ところで今後ろの方から Up to you っていう言葉が聞こえてきましたけど、タイの Up to you には気をつけてくださいよ。 Up to you という人は絶対 Up to me になってますんで。あ、私がそこじゃないよとか調べて、ご苦労様です、お疲れ様です。あ、それなんか目に浮かぶな。いや、本当アップトゥミーですんでね、もう気をつけてください。あれ言う人もうほんまにそうですから、アップトゥ言う人ほどほんまそうですから。
やでもちょっとこの感じ ここはちょっと昔の雰囲気まだ残してますね。こうやって狭いところにこう商品ドッカーンと置いて、これまあ警察来たら即逃げするからこれぐらいしか置いてないんでしょうけど、前はこれがもうほんまびっしりで、なんかまあこんな雰囲気、あ ここはこの一角はものすごい昔の雰囲気ですね。こうやって端っこ端っこがこう。なんかしかし誰がオカマで誰がオカマやないんかわからんようになってきたな。かなりグレーゾーンな人多いですね。音声が消えてしまった。マジですか。やばい。今もう聞こえてないですかね。いい感じですよね。こうなんか昔ながらの感じがすごい僕は出てるように思うんですけどね。ここが。あでもその一角も終わってしまった。今大丈夫ですか。これ聞こえてますか。両生類だからオカマ。そうか。両生類のせいが、あ、音声戻った、よかったよかった、ちょっとホッとしました。今の人一体何やねん。そこにいるタクシーにお金だけ渡したんですよね。何をしてんねんあの人ね。何してると思う。何してると思う。教えて。何してる。あ聞こえてる。あよかった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 です、よかったです、ありがとうございます。ここね、何してたんやろ。まあ、吠えんなよ。さっきのってクアンパタナ市場。いやあの市場、あちょっと名前見るの忘れてましたね。でもファイクアン市場なんかな。ファイクアン市場っていうのはあるんですよ。で僕はファイクアン市場を地図でしか多分見たことないんですけども、そのファイクアン市場やったような気がします。多分そうじゃないかと。あワンワン俺追いかけてきたんか。後ろから吠えられましたね。でもお前が吠えたん違うよな。さっきな別のやつ吠えてたもんな。せやろな。でお前は俺についてきたよな。ヤーバーの通り、いやーそういうことか、そういうことか。ちょっとあれでしたもんね。あの俺がこうやってこの携帯に向かって喋ってたりするとちょっと振り返ってましたもんね。そうか、撮られたらヤバいもんやったんかな。皆さん俺が消されるのを消されないように祈っててください。あーそうですそうです、あのそうそうそう、ヤーバーそうなんですよ、お薬系です。まあな、タクシーが運んでくるともありそうやもんな。きびだんごくれ。お、そうか、きびだんごでちゃんとやっつけてくれるか、悪いやつを。今日もでもあの涼しくてよかった。あそうか、羊が連れていくことになるのか。まあでも犬猿生地で羊やったら羊がねご主人っぽく見えるかも、体格的には。でも唯一の草食動物やな、きっと。生地、あ生地は違うか、生地は装飾か。昔もドライバー運ぶ、まあねでしょうね。っていうかもうあのタクシー乗ってて思うんですけど、
いまだにやっぱりどうかな、まあ、昔よりめちゃくちゃ少なくなりましたけど、今でもやっぱり100人に1人ぐらいはやっぱりそんななんかもうギンギンの目してる人いますけどね。あ、その羊を連れてるペーター、あ、なるほどね。ペーターいいじゃないですか。ペーターいいっすね。ペーター役だったら僕バンバンやりますよ。ペーターがドンドンっぽくない顔してるけどね。ん？ここにコンドミニアムが建ってる。おお。これなんで僕がこれをびっくりしてるかというと、まあこれ本当にもう深夜というか朝のこんな枠なんで絶対熟成がいないから言えるんですけど、ここ前あれだったんですよね、ソープみたいな店が建ったとこなんですよね。なんか日本人がよく行ってる店だったらしくて。そうか、時代変わるな。まあええことやな。でも建てすぎてるのがちょっとたまに傷ないけどな、このコンドミニアムは。絶対そのうちバブってしまうよ。もう日本人の俺が言うんやから間違いない。バブルで絶対。あ、パーラー、そうですそうですそうです、あのマッサージパーラーがここに建ったんですよ昔。なんていう店やったんかな、名前忘れてしまったんですけどね。このラチャダもだからすごい健全なところに変わりましたよ。あのまあ今でも営業してる店もあるんでしょうけど、あのそんな系の店ばっかり結構昔ありましたけども、今ほんまに少なくなって、でその分だから歩きやすくなったいうことなんですかね。とバイクに帰ってきた。4時か。あ、そろそろ引き上げましょうか僕も。いよいよやな。いよいよなんですけど、これ本当にこれゴミ箱なんでしょうか。ちょっと怪しいですよね。ゴミ箱じゃないよね。あ、ジンさん、コンディニコインありがとうございます。何ですと。え、健全な街。今度はブロッコリーね。そうそうそう、ブロッコリー買いにまた来ます。これはちょっと夜に買い物スッと来れるのは非常にありがたいですね。いやー、よかった。でも発見して、あ、やめるの話。いや、まあそろそろね。だってもう6時でしょ日本。朝ですよ朝。でちょっと青いとこを映しますんでね、青いとこ、木村さんみたいな、これ来たらねもう終わりのサインね、青いとこ。そう、6時過ぎてたでしょ、まあ、青いとこ通り過ぎて、ほら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 、青いとこ通り過ぎたらもう終わりや。あ、終了や。じゃあそろそろということでありますね。青いしょ、青いしょということで、まあそろそろ終わりたいと思います。あのちょうどまあ90分も来そうなんで、ということでちょっと皆さんのお名前を、まあ往復してしまったけども、あのそこは目をつぶっていただいて、まあ、皆さん本当にありがとうございました。またどっかちょっと出かけてみたいと思いますので、今度また付き合ってやってくださいということで、どうも。いや、もう一回、もう一回、もう一回やってる間にもうあかんよ、もうこれ切れるよ、もう51、52、53もうやばいということで、では皆さんここらで失礼します。どうもありがとうございました。